かりスピンを効いていますね。うん、これはしっかり出てる。おこんにちは、さやぐさ心です。今回はゴルフ歴2年のあさこちゃんの撮影に行ってきました。ヨガの先生をやっているということもあって、しっかり体幹でクラブを振れています。その点に注目して見てもらえたらと思います。まずはドライバーショットからです。よいしょ、しっかり体幹でクラブを振れていますね。セカンドショットはあさこちゃんが一番苦手としているクラブの5番ウッドです。クリーク越えなので少し力んでしまいそうですが、しっかり振っていけたらいいですね。あー、どんまいどんまい、手前ちょっとダフってしまいましたね。止まったかも。止まっていました。少し左足下がりなので難しいラインになります。あー、ちょっと左に飛んでちゃったかな。おお。でも逆にいいとこいいとこいいとこわー、これは出だしから行った左に左に行ってしまいましたね。お、これはナイスアプローチですが、それそれ、あ、バンカー冷気に当たって止まってしまったようです。んー、これはしっかり打ててる。おー、ワンパット大きいですね。このホールは右にドッグレッグしているので左サイドに置きたいですね。ナイスショー。ボールはいい感じなんですが右のバンカー入っちゃいました。このバンカーをウッドで出すのは少し難しかったかな。つま先上がりになっている分。ナイスアウト、うん、ナイスアウトです。最初からそのクラブの選択肢っていう手もあったかもしれませんね。ナイスショー。今日は苦手な5番ウッドがすごく調子いいようです。あさこちゃんはピンに対しての構え方もすごくいいですね。そう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 、今良かったよ、うん、いいリズムで振れました。アプローチがすごくうまくて、テイクバックが大きくフォローがしっかり止めれてるのがいいと思います。伸びるかな。笑っちゃった笑っちゃった笑っちゃった。ショートホールです。うん、本当にウッドのタイミングが今日はバッチリですね。惜しい。でもすごいカラー。ロングパットです。うん、これを入れてパーにしたいです。強気なのは良かったんですかね。さあ、ここは狭いティーショットになります。ナイスショー、うん、ナイスショットです。いい感じじゃない。ちょっと右、これはフェアウェイの右側に行きました。
いい、うん、花道、うん、ちょっとダフったけどバンカーとバンカーの間の花道に行きましたね。ここは寄せておきたいところです。うまいよ、うん、大丈夫大丈夫、止まる止まる、しっかりスピンも効いていますね。ありがとうございます。あー、上りのフック。でもナイタッチ、少し段になっているので最初に結構切れましたね。さあ正面からのティーショットも見てみましょう。うん、ナイスショー。しっかり体幹で触れていて体が突っ込まないのがすごくいいところだと思います。うん、よいしょ。ここは右に打っていくのがいい感じ、ベストです。いいところに行きました。よいしょ。おー、ちょっと手前に入っちゃったけど、うまい。これはもう少し思い切り振っててもよかったかな。うん、大きい。お、ちょっとパターにパンチが入ってしまいました。はい、お疲れ様でした。以上、あさこちゃんの5ホールになりました。このワンちゃんたちはイーグルポイントにいるバーディーとイーグルです。あさこちゃんはヨガの先生をやっているのですごく体幹を使ってクラブを振るのが上手ですね。私もゴルフ歴2年の時にこんな綺麗なスイングはできませんでした。あさこちゃんの得意なクラブは7番アイアン。今回は出てきませんでしたかな。で、苦手なクラブが5番ウッドなんですが、すごく今日は上手に振れていましたね。これからますます上達が楽しみなゴルフ女子の一人です。ではまた次回お会いしましょう。